何度もにになりますす。が、ダンサーに柔軟性は必要ですテクニックのためにバレエダンサーに必要な柔軟性というのはもちろん存在しますがバレエに必要のない動きや生徒のレベルや年齢によって必要のないストレッチというのも存在することを頭に入れておきましょうもしスタジオでストレッチを指導しているのであればどうしてその動きをレッスンの外でやらなければいけないのか考えてください体のとっても柔らかい子や硬くなってしまう病気というものが存在することも理解しておいてください よって、体質遺伝年齢成長のスピードなどさまざまなことが柔軟性を左右しているんだということをご理解ください日常生活も精神的なものも柔軟性には大きく影響するんだということも考えておいてください